disappears when you find that you feel shown up.こんにちは。ここからは下田奈々がお送りします。この時間は湘南のあらゆるものを私が実際に体験してその魅力をお伝えしていく番組です。フィール湘南、この時間は三菱自動車の提供、神奈川シープロジェクトの協力でお送りします。今日もフォトグラファーの佐野まどかさんと一緒にお届けしていきたいと思います。佐野さん、こんにちは。どうもこんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は、はい、水着で参加できる野外音楽イベント逗子フェスに遊びに行ってきて憧れのクリスタル K さんにインタビューしてまいりましたので、その様子をお伝えしたいと思います。 Feel Shona。ナビプレゼンツ MTV 逗子フェス15サポーテッドバイリビエラ、私は今ここに遊びに来ています。もう水着の方たちで盛り上がっているんですけれども、私も早速中に入ってフェスを大満喫していきたいと思います。こんにちは。こんにちは。フィール湘南ナビゲーターの下田奈々です。ちょっとお話聞かせていただきたいんですけれども、いいですか。はい。今日何時からいらっしゃってるんですか。今日は3時ぐらいから来て、はい、でどうですか。まだお酒を飲んで飲み始めて、ちょっとほろ酔いぐらい。そう、ほろ酔いぐらい。ほろ酔いぐらいになってプールとか入りました。プールさっき落とされそうになって拒否して、はい、じゃあまだプールに入らず、はい、陸の上でって感じ。今ちょっと何があるのかなと思って回ってる状態でパロールしてます、はい、そうなんですね。家がもう家がいい感じで、じゃあ今酔っ払ってちょっと顔もピンクになってきていますね。今日なんかお目当てのアーティストとかいらっしゃったりしてますか。なんか6時からプールのところで始まるっていうの聞いてて、そういうの待ってる状態です。あ、はい、誰ですか。っていうなんか誰っていうよりはその雰囲気楽しかった。ちょっと周りが暗くなるので、はい、クリスタル K とか、あ、そうベネとか、さっきね、はい、それ聞いたね。クリスタル K さんさっき、はい、聞いてました。ちょっと聞いてました、はい、どうでしたか。超いい。てか生の声聞こえて超嬉しかった。めっちゃ嬉しい。いつもなんか CD とかテレビの向こう側とかしか見てなかったから。そうなんか迫力が可愛い。可愛い。ダンスとかもすごいかっこよかった。そうで、キレがいいよね。キレがいい。違う。うんうん。プロだな。意外と近かった。そう。意外と近かったよね。なんか近くで見れるよね。ね、うん。それがすごい良かった。逗子フェスって今回初めてですか。初めてだね。そうだったんです。他のフェスとかって行ったりされますか。ビッグビーツとか。あー、でも結構私海外系が好きなんで、ウルトラとか、あー、地形の方ばっか意識してたんで、じゃあ本当誘ってもらえてよかったです。今日行って本当によかったです。ここ楽しいです。で、他のフェスとかと比べて逗子フェスってどうなんですか。どうだろう。でもなんかそんなになんかクラブクラブしすぎてない感じがいいよね。そうだね。あとなんか人がすごい EDM しかかかってないみたいな感じはあんまり好きじゃないかな。あ、確かに。でもなんかいい感じに賑やかで、すごいなんかごった返してるわけでもないから人が、ちょうどいい。いいよね。埼玉ご出身って。埼玉、埼玉で。埼玉住んでるって聞いたんですけれども、はい、湘南とかって遊びに来たりされますか。あ、でも湘南新宿ライン、あ、そう、一本、そう、一本で来れるんですよ、埼玉から。あ、そっか、埼玉からもう横浜とか逗子とか一本で湘南新宿ラインで来れるんで、夏、なんか葉山とか、去年も一緒に葉山とか行って。あ、そうなんですね。いや、もうなんか夏イコール神奈川っていうイメージで、湘南新宿ラインで来れるみたいな。絶対行くもん ね、 夏はね。絶対来る、絶対来る、うん。じゃあまたぜひ来年もお会いしたいと思います。行きたいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。クリスタル K さん、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、もう最高に盛り上がっていて、私もジャンプして汗かいて。ありがとうございます。楽しかった。よかったです。暑かったですね。暑かったですね。Kさんも途中お水飲んだりとか、本当汗かかれていて、はい、びちょびちょですよ。でもすごく気持ちよく、みんなと一緒に踊りながらの汗だったんで最高でした。今回逗子フェス3年ぶりの出演だったんですか。そうですね、3年ぶりかな、うん、はい。雰囲気どうでしたか。いや、もういつもな感じですごい盛り上がってて、やっぱみんな多分
あの夏といったら寿司フェスみたいな感じで楽しみにしてると思うんで、なんかもう思いっきり遊ぼうぜ的な、そういうなんていうのかな、楽しもうぜバイブスが毎年変わらずで楽しいです、はいはい、なんか本当盛り上がる曲からしっとりした曲まであったと思うんですけれども、盛り上がるときは本当みんなジャンプして盛り上がって、はい、で最後の君がいたから、はい、に持ってった時の、 あのいきなりガラッと雰囲気変えちゃいました。変わって感動する雰囲気に持っていかれたの本当すごいなと思って。新曲なの で、はい、で久しぶりのバラードなので、じっくりやっぱ最後に聴いていただきたいなと思って、はい、最後にしました。あと懐かしい曲もたくさん歌われていましたけれども、はい、特になんか思い入れのある曲とかありますか？そうですね、まあ、Hard to Say も、うん、Boyfriend Part 2もすごい、もう、もろ私が14歳、15歳ぐらいの時の曲だったんで、でもそれをさっき聞いて、この曲って14歳の頃に歌われてたんだと驚きました。そうなんですよ、結構前で、なんかでもその時多分 Hard to Say も結構夏だったんで、やっぱ夏の思い出がすごいいろいろ蘇って、うん、で結構なんか乗りやすい感じの曲なので、ちょっとまた歌ってみんなと一緒に乗れたらなと思ってセレクトしました、はい、で実はクリスタルケイさんの横浜ご出身って、はい、そうです、浜っ子です、はい、伺ったんですけれども、はい、逗子とか湘南の海とかもよく来たりとかってしますか？結構しました。最近はちょっとやっぱこういうイベントじゃないとあんまり来る機会はないんですけど、うん、よく来ましたね。あの学校も中学高校横須賀だったんで、横須賀の基地、じゃあもうすぐ近くですね、すぐ近くで、そうなんだ、横須賀の基地ももう目の前海だったんで、結構夏とか、まあ、学校の後とかみんなで一緒に電車乗ってこっちの方に来たり、あと森と海岸とか行ったり、はい、よくしてましたね、はい。マリンスポーツとかはあんまりされない？マリンスポーツもできたらやりたいです。もっともっと、なんかサーフィンとか、サーフィンもやられそうな、もう去年最後にやったのはハワイでですかね。あ、やっぱ海外にです。でも、はい、でも初めてサーフィンしたのが下田だったんですよ。あ、そうなんですね、はい、日本の海だったんですけど、はい、今回のこの寿司フェスもそうですけど、なんかお酒も飲んで、はい、みんなでワイワイ楽しめるっていうのも、はい、すごい素敵なところですよね。いいですよね。でもこんだけ暑いとやっぱ水飲んどかないと熱中症に、ちょっと熱中症になりそうですけどね、はい、でもすごい楽しそうだなと思って、ステージからも楽しかったです。 みんなを見て、あ、私も本当にもうこうやって手を挙げてジャンプしてました。ありがとうございます。ちょっと最後にお聞きしたいんですけれども、はい、まあ、今発売されている君がいたから、はい、もうニューシングルだと思うんですけれども、安室奈美恵さんとコラボレーションされると聞いて、はい、どんな曲なんですか？もうすごい今から気になるんですけれども、そうですね、ダンストラックで、まあ、レボリューションっていうタイトルなんですけど、革命を歌う、結構女子が、まあ、2人ガールズなので、結構女子ガールズパワーイエーイみたいな感じでもあるんですけど、やっぱり何かに向かってる、向かって頑張ってる人の応援歌になったらいいなって思いますね。結構なんか仕事中とか、なんかワークアウトとかにぴったりな曲かもしれないですね。本当ですか？はい、私も実は今年から社会人として働き始めたので、それを聞きながら頑張りたいと。じゃあこれ聞いて朝仕事行くときとかにこれ聞いたらいいと思います。ぜひ楽しみにさせていただいています。楽しみにしててください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。 Feel Shonan。 ナナちゃん、念願のクリスタルケイさんのライブだったんですが、どうでしたか？いやー、もう最高でしたよね。そうですね、盛り上がって、うん、本当盛り上がる曲は盛り上がるし、最後こうパッとバラードに持っていった時の雰囲気の変え方といい、はいはい、いや本当さすがでしたね。はい、圧巻のライブでしたね、うん、懐かしい名曲から最新の曲まで、はい、もう大満足の、そうですね、私も
中学生の頃に聴いてた曲とかをこうライブで目の前で見たんで、あ、うわー懐かしいっていう。ちょうどクリスタルケイさん同年代ですか。そうです、そうです、そうなんです。思い出もね、はい、ありますね。蘇る、甘酸っぱくなってましたいや特に驚いたのが、はい、あのボーイフレンドパート2、はい、うん、クリスタルケイさん14歳の時に歌われてたんですよね。そうですよね、びっくりですよね。あんな大人っぽい曲をね、はい、歌ってたんだって今改めて驚きました、はい。寿司フェス行ってきました。実はフェスに行ったの初めてだったんですけれども、それが寿司フェスっていうことで、水着でプールの中からみんなでこう盛り上がって音楽に乗ってっていう、この感覚生まれて初めてのものでした。まあ、アーティストの方がものすごい思ってた以上に近くで演奏してくれるっていうのもあるし、他のお客さんたちとみんなで一緒にこう手拍子したり盛り上がったり、プールの中で盛り上がるっていうのがすごい最高に気持ちよくて楽しかったです。で特に、まあ、クリスタルケイさん今回インタビューもさせていただきましたけれども、あの私も最近本当にプライベートで、まあ、クリスタルケイさんの君がいたからとかをよく帰り道に聞いたりしていたので、それも生で聞くことができて本当に涙が出そうなぐらい感動しました。来年もぜひ寿司フェス行きたいと思います。まあ、野外だから開放的っていうのももちろんなんですけど、はい、ヤシの木とか、そうですね、青い空に太陽に海っていう、はい、なんか寿司ならではの開放感の中、はい、うん、こうフェスに参加できるっていうのはやっぱり気持ちいいですね。そうですよね。あのなんか寿司フェスはプールの中でライブが見れるっていう、どうでしたか？そうなんですよ、入ってたけど、あのプール、ま、水着でプールの中 で、ね、しかも音楽を聴いてみんなでこうジャンプして、うん、なんかこうより陸の上以上に一体感が増すなって思いましたね。来年も必ず遊びに行きたいと思うので、佐野さんぜひ一緒に行きましょう、はい、行きましょう。ということで寿司フェスの体験でした。最後に湘南イベント情報です。神奈川の海の魅力を世界に向けて発信する神奈川シープロジェクトの一環として、フィール湘南ビーチヨガウィークと題したヨガイベントを開催します。9月26日から10月4日までの1週間、葉山町を中心に著名なヨガインストラクターの方をお迎えしてビーチヨガを行います。通常のヨガクラスのほか1泊2日でサンセットサンライズヨガを体感するコースもあります。太陽と海のエネルギーを体いっぱいに取り込んで日頃の疲れを癒してみてはいかがでしょうか。詳しくはフィール湘南のホームページをご覧ください。ということで佐野さん、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。それでは来週も湘南の魅力をお伝えしていきますのでお楽しみに。フィール湘南、この時間は三菱自動車の提供、神奈川シープロジェクトの協力でお送りしました。